五島竜はアメリカニューヨーク州出身のバイオリニスト、ブライアンというミドルネームを持つ。母は五島武士、姉は同じくバイオリニストの五島緑。ニューヨーク市にあるトリニティ高校を経て2005年12月にハーバード大学に合格。物理学を専攻し2011年に同大学物理学科を卒業。3歳よりバイオリンを始めた。 母である五島節と、竹部陽子、ビクター・ダンチェンコ、超涼林に支持。1995年夏、7歳の時に、札幌市にて、パシフィック・ミュージック・フェスティバルのオーケストラとパガニーニの、バイオリン競争曲第1番で共演し、デビュー。2003年9月11日に、ニューヨーク市のグラウンドゼロにおいてのメモリアル式典で、演奏した。同年に、ドイツの名門クラシックレーベル。 グラモフォンと専属契約。2006年6月20日より、初のジャパンツアー、五島流、バイオリンリサイタル2006を開催。バイオリン以外に、趣味として、空手道小刀貫流を7歳から続けている。他に、ギター演奏や音楽社会奉仕活動を、趣味として挙げている。また、幼い頃からの鉄道ファンでもあり、 これが縁で JR 東日本の広告に出演したことがある。NPO 法人イエローエンジェルから耐与された1715年生のストラディバリウス XPL ローデを経て2013年12月以降、現在は日本音楽財団より耐与された1722年生のストラディバリウスジュピター X ゴーディングを演奏している。ありがとうございます。